はい、こんばんは。ガクチャンネルのガクです。今日はですね、ちょっと本当に待ちに待ってたね、ものが、届きましたんでね、ご紹介したいと思います。まあなんていうか、まあカメラ用品なんですけどね、本当はね、去年の2019年のクリスマスくらいに、まあうまくいけばね、到着する予定、だったのがちょっと遅れてて、1月入ってね、1月の中旬、もう下旬かな、になってやっと届いたというものです。それは何かというと、じゃん、ね、ピークデザイン、ね、ピークデザインの、実は三脚、ね、旅行用の三脚、ということで、こちらのね、注文してました。これ今見たんですけどね、この今キックスターターで、やってた分を買ったんですけど、これね、募集してたのがね、多分去年の5月とか、そんななんですよ。だからもう半年以上、前に頼んでたっていうか、そうですね、バックしたものなんですけど、はい。で、これカーボンの方買いました。アルミもね、あったんですけど、そうですね、アルミニウムとあとカーボンと、あったんですけど、もうカーボンにしました。やっぱ重さがね、軽い方がやっぱいいということと、なんていうか、やっぱりどっちしろ多分ね、ピークデザインの用品僕かなり持ってるんで、多分アルミ買ってもやっぱりなんかカーボン欲しくなるんじゃないかなと思って、ちょっと奮発してね、買いました。で、支払いはね、もうすでにね、結構前に、だから済んじゃってるような感じですね。去年の、多分9月とかそのくらいに、カードで決済ということでやってた分ですね。で、今回ね、こちらの方と、であとこれはね、あれね、なんて言うんだったかな、三脚の先っぽね、ウルトラライトコンバージョンキットって書いてあるけど、これ先っぽだと思いますね。そんなものがセットになってるのかな、これ。はい、そういうものです。このやつね、このやつ、なんか多分この先っぽのやつだと思いますよね。はい、これね、はい、そうこれも、一応パッケージなんかかっこいいでしょ。フィルムまだ剥がしてないんですけどね、すごいですよね、やっぱりね、パッケージはね、なんか表彰状入れるやつみたい、かなり凝ってる感じがしますね。で、あともう一個買ったのがユニバーサルヘッドアダプターってですね、これを一緒に買いました。この上にね、つけるやつですね。はい、こんなやつかね、こんなやつです。シワ何もなくて、こんな感じかな。はいね、とりあえずね、僕も、まだ全然開けてないんで、とりあえず開けていこうと思いますね。ちょっとどんなものかがちょっとすごく楽しみなんですけど、なんかこういうのをこう開けるときってすごい楽しいですよね。もう待ちに待ってた分なんでね、バックパックもね、なんていうか、キックスターターでやった分とかで、クリスマス、だいたいクリスマスくらいに届くよって言ってた分、トラベルバッグかな、バックパックのやつなんですよ。それはね、クリスマスくらいに届いたんですよ。だから去年、一昨年の分か。ね。で、今回はだから遅れちゃったんでね、クリスマスちょっと楽しみしてたんですけど、よいしょ。ここはゴムになってるんですね。よっ。なんだ。はい。乾燥剤といつものピークデザインのシール。で、何も入ってないですけどね、これ本体だけ。お、中コンパクトね、かなりコンパクトです。重さはね、一応ここにはね、1.29kg と書いてますけど、ちょっとこれ
あのスケールで測ってみましょう。ちょっと測りますね。 1.44、 まあ1.29 だから、これだからカバーとかも全部入ってるからあれなのかな。ちょっと重くなってるけど、どういうので測ってるか、まあ、とりあえずカバー開けてみましょう。よ、まあでも三脚以外何も入ってないね。一応説明書ついてます。おお、ちょっと説明書まず取りましょう。これを見るのがね多分一番早いよ。よ、あ、いいな。でもやっぱ細いですよね。こういうねビッグデザインのやつは全部説明書がついてます。これ説明書なんでね、カバンとかにも全部ついてます。でここに大体のこう使い方が書いてあるんで、すごく大事なんですよ。と言ってもまあパラパラっとめくっていきますけど、大体もうここら辺はホームページに書いてるのと同じようなことしか載ってないですけど、ここら辺からかな。だから どういう風な仕組みになってるかっていうのが載ってたりとか、よいしょ、これいつものピークデザインのやつで、ここにもついてますね。今回もね、まあもうすでにあのキャプチャーシリーズで持ってる方は全然もうすでに何個もお持ちだと思いますけどね。で、そうそう、これと、三脚伸ばすとこね、見えますかね、まあ、こんな感じ。まあ説明をしろっていうことなんですけど、これ見てもらう方が話早いと思うんでね。説明書このぐらいで見えるんかな、こんな感じね。よいしょ。でカメラのセットもワンタッチだから、あのもうすでにキャプチャーをね使って、あのこの胸マウントとかガチャンとしてね腰に下げたりしてる人はもうそのままねカチンとこう、はめれるからすごい楽ですよね。それがいいですよね。でまあ、ここまで見てもらったから、ここだけ見てもらいましょう。説明書だけね。はい。取り外しは、だからここ、くるんと回せば外れるのかな。よ。なんで、バッグをかける、ね、倒れないように、重りみたいにやるやつ。フックがね、これ、フックなんか、回転するんですよね。なんかあれなんですよ。この下のフックがなんか、アイテムっていうか、なんか肝になってるんですよ。なんかをね、そうこれスマホのねホルダー、スマホホルダーをこの中に収納してるんですよ、この中ね。だから別に持っとかなくていいっていうやつね。で結構展開して下の方までいけるんですよね。ちょっと見えにくいけど、ちょっと僕も今開けて、まあもともとねなんか動画でねいろいろピークデザインのやつはやってくれてるんでそれを見てるんですけど、直前には見てないから若干いい加減な感じですけど、はい、まあまあザザッとだけ確認しても実際ね実物見ていけばと思いますね。だからこのフックのところが結構ねなんかいろいろこうちょっと肝っていうか、こう、あ、そうか、これを逆にしてカメラを下につけれるんですね。ここへね。だから、あの、俯瞰っていうか、まあ、何か物を撮るときに、こういうふうな撮り方もできますよっていう感じですよね。よいしょ。で、バックパックの横のところにスッと入る感じになってるということで、はい、まあいいか、よし、まあまあこんなもんでいいでしょうもんね。ごちゃごちゃ書いてますけど、とりあえずね触ってみましょう。
ね。はい、まあ上から見ていくとここがまああのあれですね、ここにもキャプチャーのプレート はまってますけど、これはリリースはここだけ、さっきマウスとか言って書いてあったような気がしました。あ、これか、ここへ鍵のマーク書いてあるんで、ちょっとピントが合わないね、鍵のマークが書いてあるんで、これでロックですよね。これオープンで、あ、違う違う、反対か、こうかね、こうか。だからこの鍵っていうか、この位置に鍵開いてる方のマークを持ってくるとか、閉まってる方のも、まあ、持ってくるとか、閉まってる方だとこれが降りない、ね、開いてる方だと降りると。で、降りたらこいつがカチンとこうプレートが、まあちょっと今カメラつけてないからあれですけど、まあ外れると、プレートがね、ピントがね、こういう感じだから、カメラをね、つけたらカチンとやればはまる。今ちょっとプレートだけだからはまりにくいけどね、こんな感じね。外すときはクッとロックを解除して、これを外せばキュッと外れるという感じになってますね。はい、で、あくまでもこれはこいつプレートをカメラにつけてね、プレートをカメラにつけた状態で使うやつなんで、それを、まあ、近づけしようと思ったらこいつがいるんですよね。そうそう、なんかね、そうなんですよ。もうまあ、とりあえずこいつだけ見ていきましょうね。で、とりあえず上のところはまあなんかいろいろあるにしても、まあいいか、とりあえずは、まあ、上のところはいいか。この伸びるののロックはエレベーターっていうんですかね、これね、こいつのロックはここかね、ここにありますね、ここに、こんな感じ。細いですよね、細いけど締め込んだらかなりしっかりしてる。で、ここは球体になっててくるくる回りますけど、こいつのロックはここか、あ、ここだ。このさっき言ってた、取り外しのね、取り外しのためのこのロックのところの下のところ、これゴムがちょっとついてるんですけどね、これを回すことによって、まあこれのロックがかかるね、動かなくなるっていうね、こういう感じになってますね。はい、まあ僕は本当にこれが便利ですね。カメラをもうカチンとねセットできるっていうかね。はい、まあこの上のところはそんなもんですかね。で、下のところはこういうふうな感じで、これがロックですよね。よ、ちょっと緩めてこう上に上げるのかな、違うな、あ、こうか、こうやったら、あ、ここまで開くね。こうね、こうスイッチみたいになってて、カチンとやればこうね、ちょっと緩めてここまで開く、ね、戻すときはこれでいいよね。ね、こんな感じになってます。んで、まあ中の部分はあれだな、中の部分の先やろうか。よっ。よいしょ。ほんで、ツールセットもここへ、もう、セットしてくれてますね。これ六角。多分調整で結構使うと思うんですけど、ちょっと大きなっていうか、太い六角と細い六角ね。いる分がもうここへ、収納されてますね。まあ、ちょっと脱落防止でカチッとはまるようにはなってます。で、ここら辺で言うと、これさっき言ってたやつよね。これね、このエレベーター止めるやつと、これは何かな。あ、これはスマホのマークか。ここへなんかマークがね、スマホみたいなマークがついてたんで、最初はSD カード入れるのかなと思ったら違いますね。
ここのマークがついてただけで、これがスマホホルダーがここの中入ってますよっていうことでしょうね。このまま、あ、こうか。この下の部分だけをピントが来た。この下の部分だけをカチッと引いて、おお、ちょっと外れる感じですね。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。そうすると困難が出てきました。まあ、これ1個外れたやつね。フックね。フック外れたやつと、こうやつね。こうやつが出てきました。まあ、これがスマホホルダーですね。本当にコンパクト。ね、ちっちゃい。こう。で、ここが伸びます。ね、かなり大きなやつでも大丈夫。全然ね。はい。だ普段はこういうふうに棒状にして、ここのところに入れとくという感じです。こんな感じ。ね。奥にバネが入ってるんで、ぴょこんと飛び出してきますね。で、こうやって、どうなってんのかな？あ、これ磁石ついてるわ、ここ。だから、こう、出てくるのかな。ほんで、これは？あ、そうですね。これね、引っ張った状態で、押し込んで、キュッとひねる感じかな。うん、ロックした。OK。これ若干擦れてるような傷があるんだけど、これは、まあ、加工上のあれかな。まあ、もうこんなん、いいけど、別に。ね。はい。まあ、下回りそんなもんかな。多分。よいしょ。で、これ、ロック、伸ばすやつね。ロック解除するのは、うん。これも、なんていうかな。こう、くるくる回すやつと、こうね、ギュッと締め込むやつと、だいたい、三脚のやつ2つですけど、これはパチンとね、締め込むタイプになります。で、まあ、裏目見ると、ここもね、六角が入ってるので、この六角とかも、緩んだりしたら、さっきのやつで締め込めということだと思います。ね。で、これが、1段、2段、3段、4段。ね。ちょっと、モニター、突き刺しそうな感じがするんで、ちょっとやめときますけど、こんな感じで、伸びます。ね。はい。はい。一応ざっと見た感じの機能はそんなもんなんですけど、だからさっきのこいつをなんか逆につけたりするようなやつは、ここ外れんのかな？っていうか、こいつを逆にしろっていうことか。ね。こいつをスポッと一回抜いて、逆につけろっていうことでしょうね、さっきのやつはね。おそらく。ね。で、ここもさっきの多分六角で開けるんですよね。ここね。標準のやつはゴムです。ゴム。こんな感じで。ゴム素材になってます。ね。で、こいつを、やっぱり土とか岩場とかでしっかりホールドしようと思うと、やっぱりこういうのがいるんでしょうね。ね。これもなんていうか、一応、なんていうかな、これを買った時に、一緒にまた送ってもらうと、送料とかがかからなかったりというか、まあ、かかるにしてもそんな高くなかったりするので、で、ちょっとお値引きが入ったりするんで、まあ、これは最初から注文してなかったんですよ、これはね。だけど、後で、まあ、いっか、ついでに注文しとけと思って注文しちゃった分なんですけど、まあ、これ、開けてみましょうか。ね、とりあえずね。まあなんかね、余分なもの買っちゃいますよね、本当にね。あかんあかんと思いながら。まずこの、なんていうのかな、これ。先っぽ。ね。入ってるのは、袋。なんかこう、テロテロの袋をいつもついてくるんですけど、ちょっと肌触りがね、僕あんまり好きじゃないんですよね。
で、とりあえず、これ、なんで、石じゃないかな、なんかそんな呼び方するんですよね。これ、先っぽ。と、一応、取り付けの、説明のカード。ね。まあ、そんな説明することもないと思うんですけど、ワンタッチで外れるのかな？これを見る限り、なんかワンタッチでつきそうな感じがしますね。六角もいらなさそうかな。このポッチを押して、こう、取り外しができるみたいね。で、あとは、いつもついてる、ピグデザインのシールね。です。で、この、この中身はね、よっ。これでもそんな、なんか、こっちに出るとこあったんかな。もの自体はまあ同じもの3つついてるんですけど、こんな感じ。こんな感じ。下がまあまあゴムですよね、ここも。下のこの辺りからがゴムになってます。ちょっと変わってますよね、素材。ここはまあ、ABS 樹脂っていうかね、そんな感じの素材ですね。で、ここが、こう、ボタンっていうか引っ込むやつね、になってます。ね。はい。こんな感じ。で、これは、こうやって、一番最後につけるんだけれども、どうやってつけるのこれ。違う。やっぱり何かがいるね。何かがいる。何かがいる。ん？これ。で、よ。ん？これ何かがいるね。あ、ここか。ここか。これ、一番上のとこが外れますね。これ、じゃあ、そんな短くして使うの？ちょっと使い方がいまいち分かってないですけど、今日はもう本当に開封レビューっていうことで、あんまり詳しいことはもう、聞かないでっていう感じですけど。うん。これ、一番上のとこだけね、二重になってるんですよ。この下の方をやると、伸ばせるんですよね。で、上の方を、これね、カチンって外すと、こいつ自体が、取れちゃうんですよ、これ。ほら。ね。で、取れちゃって、ここにつけるってこと？穴開いてますもんね。ここにつけるってことですね。あ、こんな短くして使うってこと？そういうこと？うん。まあ、こういう感じ。こういう感じ。ね。そういうことやね。こういうふうに、ここまで短くしないとダメっていうことなのか。うん。あまり分からずに買ってますからね。これも、なんかとりあえずいるんだろうっていうね。本当にね、あれですよ。もう典型的な、こう、なんていうの、撮影機材、初心者っていうんかな、初心者ですよね、僕ね、多分ね。なんていうか、もともと本当にカメラとか興味があったわけでもなく、YouTube 初めてなんかこうね、カメラをこう、いろいろ興味あってね、こう、用品とかもね、集め出してる感じがありますんでね。はい。ということで。で、ちょっと一回、動画切りますね。またね、30分、話しすぎて30分オーバーになっちゃうんでね。じゃあちょっとお待ちください。はい、どうも、お待たせしました。まあ、とりあえずね、ちょっと一回、バッテリーとかチェックしときましたけど、ね。はい、じゃあもう一個ね、ユニバーサルヘッドアダプター、ね。こちらの方を見ていきます。だから、もともとね、このプレートを絶対つけとかないといけない。パターンの取り付けのやつなんで、こいつをね、つけてあげると、よいしょ、いろいろ、
をつけれるような感じのやつなんですけど、はい、まあまあとりあえず入ってるものは本体このやつ、このやつ三脚のネジと、まあこのさ、あの接続する方ね。で、さっきと同じテロテロの袋で、中には六角かな、これ、六角とシールね、シールが入ってます。この六角は多分ね、あの三脚についてるやつで多分いけます。あ、太さが同じだと思いますん で、あと こいつがこういう風にね、刺さって入ってたんですけど、この箱のところが一応説明書になってますね。こんな感じ、こっちからかね、こう上のとこだけ外れるんですね。上のとこだけね、どうやって外すんかな。六角もいらない多分ね。まあまあこんな感じです。だからこの上のところだけが外れるん、これ引っ張ったら外れるって書いてあるけど、そんな外れんの？この上、ここがよっ、なんか違うかもしれない。こいつを、いやー、これそんなに簡単に取れんよね多分。でも何も書いてないですよね。プルアップ、ごめんなさい、さっきね、六角で上から締め付けてんのか。はいはいはい、分かった。これでもどうなってんの、こうして多分こうやってね、どっかに、あーたここや、これ、このボールの上のところ、ちょっとライトが見えないか。こうやって見るか。ここに1個ね、ボルト入ってますわ。こう、縦にね。こいつをね、取ってあげないとダメ。取ってあげて、よっ。ん？よっ。この六角はでもツールとしていいなぁ。こう L 字にねなってるんでね、結構ねグッと力も入るんで、なかなかいいですよね。でこんな感じで、スポット抜けましたね。でこいつもここの中にネジがあるのかな。ここにネジ見えてるんでね、だからこうつけてあげて、この中に六角をぶっ刺してくるくる回すって感じかな。うん、オッケー、こんな感じね。ただこれはこの上に雲台を乗せる感じね、雲台を。だから、これ単独ではできないんで、まあやっぱりコンパクトではなくなっちゃいますよね。ただ、ちょっと自由度は効くかなと。僕今この動画撮ってるのはアルファ7-3で、マンフロットの、前ご紹介したんですけど、旅行用のそれもカーボン三脚を買ったんですよ。いつ頃かな、なんかキャッシュバックがあった時に、マンフロットの B フリー、ライブっていうかな、動画用のやつねを買ったんですけど、それの問題とかももしかしたら使えるのかな、上の分だけね。だからそういうのが必要な時はこれやりますけど、まあほとんどの場合は多分ね、こいつメインでしょうね。せっかくキャプチャーのシリーズ持ってるし、まあできるだけこうね軽く、荷物は軽くしたいんで、やっぱりねそれで行くことに反対回してたなると思います。よいしょ、ね、こんな感じ。
ね、で、とりあえずね、これトラベルラインのバッグかな。だいたい横のサイドって、まあ、ピークデザインのやつだいたい同じくらいの容量だと思うんで、この横ね、これにね、ぶっ刺した時の感じを見てもらおうと思いますけど、こんな感じ。あ、やっぱりこれ、これ反対の方がいいな。逆に。あ、やっぱコンパクトだわ。ちょっとなんかこれ伸びてるな。あ、ここがさっき外したところが、なんかちゃんとはまってない。よいしょ。あ、いいかも。うん、三脚がね、やっぱりね、普通の三脚だったら、ちょっと今、取っちゃってるからあれなんですけど、普通の三脚ぶっ刺してね、いくらコンパクトなやつも足こんな感じになるんですよ。出さないと、はまらない。だけど、こいつの場合は、本当にこう、カチンとなったら、なんていうか、本当にコンパクトになるんで、横のとこに普通に刺せる。違和感なく。ああ、これはいいわ。うん。そう、もうそれがね、やっぱりね、いいなと思って、正直ね、これは迷ったんですよ。さっき言ってたマンフロットの B フリーっていうのも結構したカーボン三脚なんで、まあ僕からすればね、まああるけど、本当にいるかなっていうのはね、ちょっと迷ったんですけど、だけど、なんていうかな、やっぱりこうスマートに収納したいっていうかね、そこがあったんですよ。で、やっぱりこう、動画用のやつなんで、こう、なんていうかな、持ち手っていうかね、こう操作の持ち手とか、水平取ったりする機能性はすごくね、その B フリーっていうやつついてるんですけど、まあ、やっぱり収納した時のこのコンパクトさ、この上の、まあ、これを運台と言っていいのかな、ちょっとわかんないけど、ここもちゃんとね、綺麗に、ほら、綺麗に、ピタッと収納、ね、ちょっとピントが合わない。うん、ほらこれピタッとね、こういう風に浮くわけでもなく、ピタッと収納するっていうのがこれ よくないですねえ、これがいいですよね。やっぱりなんかピークデザインの製品をすごくこう、なんていうかな、愛してしまうところですよね。このね、機能性っていうかね、すごい気持ちいいですよね。で、あと、ピークデザインなんですけど、一応ね、永久保証なんですよ。永久保証って言っていいんかな？でも永久保証って書いてるしね、多分問題ないと思うんですけど、僕なんかも、キャプチャー、今ちょっとないけど、あ、これね、これね、キャプチャー、ここカチンってね、はめて、胸マウントしたりとか、カメラ一時的にここに胸につけたりする、これなんですけど、この中のバネがね、ぶっ壊れて、なんかカメラ撮れなくなったりしたんですよ。まあ、それ、なんとかやって撮ったんですけど、で、原因見てみたら、中のバネだったんですよ。で、それも、ちゃんとね、メールで、ピークデザインの方に、僕はなんていうかな、輸入して買ってるような感じなんで、ピークデザインのところにメールで、メールっていうか、問い合わせ窓口みたいなのがありますね。保証窓口みたいな。で、そこに、連絡をして、フォームから入れること入れてやったら、メール返ってきて、ちゃんと保証しますっていうことで、新しいの送ってくれたんですよ。もう買ったのがね、でも、もう1年過ぎてるような感じですよ。だから、やっぱりね、サービスがね、細かい。すごくいい。で、僕、他に言うとね、この中のところとかの、このカバンもね、こういうやつ。これ見えるかな？見えるかな？これ。こういうふうな、これ紐。これ見ます？こういうふうな紐。これね。これ。これが取れてね、なくなっちゃったんですよ。で、これも、メールでね、メールっていうか、フォームかな？だから問い合わせをして、これだけなくなったんだけど、送ってほしいって言ったら、わざわざね、送ってくれたんですよ。無償でね、送料とかもかからないですよ。
送ってくれたんですよ。だからね、なんていうか高いけど買おうって なるんですよね。僕の場合はちょっと頑張ってね、買っちゃおうってなっちゃうんですね。なんか他のもんを買うんだったらやっぱり、ピークデザインのやつを買った方がなんか後で後悔しないっていうね、いうような感じになっちゃってます僕はね。はい、ということで、まあなんか今回は機能紹介っていうよりも本当に開封動画的な感じでね、僕もどんな、まあ三脚なんでそこまでめちゃめちゃなんか高機能っていうわけではないと思うんですけど、どういうふうな使い方ができるかっていうのはこれからいろいろねまたやってみようと思いますんで、まあこれから、でも動画やってても三脚ってカメラの下についてるからそんな見せることないと思うんですけど、まあなんかね、面白い、使い方してまた映像も撮っていけたらなと思います。はい、そしたら今日はね、この辺で失礼しようと思います。さよなら。